百田直樹と有本香里が情報公開に消極的な党に対し怒り心頭。日本保守党の代表百田直樹さんと事務総長有本香里さんが YouTube の配信で調査研究広報滞在費について発言しました。日本における調査研究広報滞在費の改革に関する議論は現在進展が見られない状況にあります。この問題の背景には自民党の消極的な対応が大きく影響しています。自民党は使用されなかった資金の公開や国庫への返納について積極的な姿勢を見せていません。この状況は特に日本維新の会や国民民主党からの強い批判を受けており、これらの政党は自民党内の派閥による裏金疑惑を疑問視しています。彼らは与野党協議の再開を強く求めており、この問題は来年の通常国会でも主要な焦点となることが予想されます。国民民主党の玉木代表は19日の記者会見でこの問題について言及し、裏金問題により政治と金の問題に対して国民の目が厳しくなっています。調査研究広報滞在費の改革に真剣に取り組まなければ政治への信頼は回復しませんと述べ、改革の必要性を強調しています。現在の法律では旧文通費の使途に関して明らかにする必要がないため、自民党内ではこの状況を維持したいという意思が根強くあります。使途が公開されると政治活動に自由に使える資金が減少するという懸念があるため、これに対して慎重な立場を取る議員も多いです。このように調査研究広報滞在費の改革をめぐる議論は政治的な敏感さと国民の関心の高まりという2つの要素が絡み合っており、今後の動向が注目されます。これについて百田さんは、分かりやすく言うと自分のお金の使い方は教えないということ、よくもまあ自分たちに都合のいいことを言えたものだと呆れたご様子でした。これに続いて有本さんも、政治にはいろんなお金が必要で表に出せないお金もあるという人もいるが、そんなお金があるわけがない、一介の議員にそんなものがあるはずがないと怒り心頭でした。この件について当チャンネルの解説員、棒読みの松野こと松野博子さんに解説していただきます。松野さん、調査研究広報滞在費の改革に関する議論についてご意見を伺いたいと思います。まず自民党がこの改革に消極的な姿勢を見せている背景についてどのようにお考えですか？この問題の根底にあるのは、政治家たちが自分たちの資金の使い道を公開したくないという思いです。現行の制度では旧文通費の使途を明らかにする必要がないため、政治家たちは自由に資金を使うことができます。しかしこのような状況は国民にとって受け入れがたいものです。それは国民の透明性への要求と政治家の私的利用との間のギャップがあるということでしょうか？まさにその通りです。国民は自分たちが支払う税金がどのように使われているのかを知る権利があります。旧文通費のような資金がどのように使われているかが不透明なままでは、政治に対する信頼は決して回復しません。では今後この問題がどのように展開していくと思いますか？この問題は来年の通常国会でも主要な議題となるでしょう。日本維新の会や国民民主党などの野党がこの問題を強く推進しており、政治と金の問題に対する国民の目は厳しいです。政治家たちがこの問題にどのように対応するか、その様子は非常に注目されるべきです。貴重なご意見をありがとうございました。今後の動向に目を光らせていきたいと思います。自民党の調査研究広報滞在費に関する消極的な対応を見るにつけ、本当に呆れてしまいます。自分たちに都合の良いことだけを言っているなと感じざるを得ません。政治活動に使われる資金の透明性を高めるという、これほど国民にとって重要な問題に対してなぜこんなにも無関心でいられるのか、
理解に苦しみます。特に自民党が使用されなかった資金の公開や国庫への返納に消極的な姿勢を見せていることは国民の信頼を得る上で致命的です。私たちは税金を納め、それがどのように使われているかを知る権利があります。しかし自民党はこの権利を軽んじ、自分たちの利益を守るためだけに動いているようにしか見えません。日本維新の会や国民民主党など他の政党からの批判も当然のことでしょう。裏金問題により、政治と金の問題に対して国民の目が厳しくなっている中で、自民党の態度は政治への信頼をさらに損なうことになるでしょう。現在の法律が旧文通費の使途を明らかにする必要がないとしても、これは今の時代に合わない古い制度です。政治活動に自由に使える資金が減るという懸念を持つ議員もいますが、それ以上に重要なのは国民の信頼です。政治の透明性を高めることが長期的に見て政治家たち自身の利益にもなるのです。このように調査研究広報滞在費の改革をめぐる議論は、政治的な敏感さと国民の関心が高まっているという事実を踏まえ、今後の動向が非常に注目されるべきです。自民党はこの問題に真剣に取り組み、国民の信頼を回復するための行動を早急に示すべきです。今回は調査研究広報滞在費の公開に後ろ向きな自民党の姿勢についてお伝えいたしました。この調査研究広報滞在費の改革に関する議論を見て怒りを感じざるを得ません。政治にはいろいろなお金が必要で、表に出せないお金もあるという人もいるようですが、そんなお金があるわけがない。これは明らかに自民党が自分たちに都合のいいようにことを進めようとしている証拠です。税金を納める国民としては、自分たちのお金がどのように使われているかを知る権利があるのに、それを無視する自民党の姿勢は許されるものではありません。自民党が使途公開や未使用分の国庫返納に対して消極的なのは、ただの自己保身に過ぎない。政治と金の問題に対する国民の目は厳しくなっているのに、このような態度を取ることは信頼を回復させるどころか、さらに悪化させるだけです。玉木代表が指摘するように、これは政治への信頼を回復するためにも早急に取り組むべき問題です。そして自民党内で使途を公開することに慎重な立場を取る議員たちの存在も問題です。政治活動に自由に使えるお金が減ることを恐れているようですが、それよりも重要なのは透明性です。国民が納めた税金がどのように使われているか、それを明らかにすることが政治家の責任です。このような基本的なことができないのであれば、政治家としての資質を疑わざるを得ません。自民党は今すぐに国民の信頼を回復するために行動を起こすべきです。税金の使途を透明にすることは民主主義社会における基本的な責務です。今後の動向を注視し、政治家たちが国民の信頼を取り戻すための具体的な行動を期待しています。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。